毎度元トップウォータープラッガーのヒロボーです。今回はリクエストお答え編でオールドリール特集を行ってくださいっていうことだったのでご紹介したいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。ヒロボーは全部は持っていないですが持っているのだけご紹介させてもらいます。まずはアブリールとヘドンのリールです。そしてアブリールの中でレコードとアブアンバサダーの1750シリーズ、2000シリーズ、レコードアンバサダー5000シリーズ、アブアンバサダーの5000シリーズ、5000C シリーズ、5500C シリーズ、4000D、5000D、4500、5500などを紹介します。まずはレコードの1300から1800までを紹介したいと思います。レコード1300、レコード1400、レコード1500、レコード1550、レコード1600、レコード1700、レコード1800です。レコードナンバー1300、AB ウルファブリケン、スバングッサのスウェーデンって書いてあります。こういう感じです。かっこいいですね。次にレコードナンバー1400です。こういう感じです。なんとかかんとかウルファブリケンスバングスタって書いてあります。こういう感じです。次にレコードナンバー1500 AB ウルファブリケンスバングスタスウェーデンモデル C って書いてあります。こういう感じです。次はレコードナンバー1550です。ここに AB ウルファブリケンスマングスタスウェーデンモデル C って書いてあります。こういう感じです。次はレコードナンバー1600です。 AB ウルファブリケンスマングスタスウェーデンモデル C です。こういう感じです。レコードナンバー1700 AB ウルファブリケンスバングスタスウェーデンのモデル C です。こういう感じです。次はレコードナンバー1800です。 AB ウルファブリケンスバングスタスウェーデンモデル C です。こういう感じです。リールフットの裏は2種類ぐらいあるみたいです。おそらくこっちのタイプが古いタイプだと思います。メイドインスウェーデンって書いてあります。そしてこちらのレコードメイドインスウェーデンって書いてあるのが新しいタイプだと思います。ご指導のほどよろしくお願いします。分解動画も出していますので中身までチェックしていただけるとめちゃくちゃ助かります。よろしくお願いします。次にレコードスポーツ2100です。レコードスポーツ2100 AB ウルファブリケンスバングスタスウェーデンクレストマークの下に何か書いてあります。こういう感じです。レベルワインダーがついていないです。パテントって書いてあります。レコードメイドインスウェーデンって書いてあります。次はアブアンバサダー1750シリーズです。アブ1750シリーズです。アブ1750ガルシアシールにスバングスタスウェーデンって書いてあります。こういう感じです。次はアブ 1750A です。ガルシアシールにアブスウェーデンって書いてあります。こういう感じです。次にアブアンバサダー 1750A です。アブスウェーデンって書いてあります。こういう感じです。アブ1750シリーズも分解動画を出していますので
中身までチェックをしていただけると非常に助かります。よろしくお願いします。次はアブアンバサダー2000シリーズです。アブアンバサダー2000、アブアンバサダー2000、アブアンバサダー2050、アブアンバサダー2500、アブアンバサダー2600、アブアンバサダー2600、アブアンバサダー2650です。アブアンバサダー2000です。こういう感じになっています。こちらが使う用のアブアンバサダー2000になってます。昔めちゃくちゃよく使っていて、ここのキャップが取れてなくなってしまいました。ガク。そして同じアブアンバサダー2000なんですけども、ここのパーツが時代によって違うのかもわからないです。古いタイプと新しいタイプの違いです。やっぱり古いタイプの方がかっこいいですね。次もアブ2000アンバサダー、アブスウェーデンって書いてあるモデルです。初期モデルと比べるとこういう感じで、ここが違います。そしてこういう感じです。次はガルシアシールの2050アンバサダーアブスウェーデンって書いてあるモデルです。こういう感じです。2000のナローバージョンになっています。次はアブアンバサダー2500です。こういう感じです。1961年か62年の1年間ぐらいしか生産されていないみたいなので、ちょっとレアかもしれないです。次はアブアンバサダー2600です。こういう感じです。ガルシアマークの2600です。アンバサダーアブスウェーデンって書いてあります。こういう感じです。次はガルシアマークの2650です。アンバサダーアブスウェーデンって書いてあります。こういう感じです。2600のナローバージョンになっています。使う用と飾る用です。こちらのアブ2000シリーズも分解動画を出していますので、中身までチェックしていただけると非常に助かります。次はレコードアンバサダー5000シリーズです。現代リールの元祖のリールになります。レコードアンバサダーです。レコードアンバサダーナンバー5000、 A 真ん中に点、 B 下に点、ウルファブリケンハイフンスバングスタスウェーデンモデル点 SG です。こういう感じです。次にレコードアンバサダーのナンバー5000、 A 真ん中に点、 B 下に点、ウルファブリケンハイフンスバングスタスウェーデンって書いてあるモデルです。こういう感じです。モデル SG の次の年だと思います。こちらのモデル SG の分解動画も出していますので、中身のほどをチェックよろしくお願いします。次にアブアンバサダー5000シリーズです。アブアンバサダー5000シリーズです。こういう感じです。アブ筆記体のアンバサダーナンバー5000、 A、B、ウルファブリケンスバングサスウェーデンって書いてあるモデルです。こちらの方は10万番台になっています。こういう感じです。こちらは19万番台です。こういう感じです。軸が細軸なので正式に言うと 5000A になると思います。30万番台です。こういう感じです。42万番台です。こういう感じです。59万番台です。こういう感じです。
64万番台です。こういう感じです。93万番台です。こういう感じです。72年モデルです。こういう感じです。73年の山形になってすぐのモデルです。こういう感じです。74年モデルです。こういう感じです。一個一個バラバラにしてマイナーチェンジしていってるパーツを探すのがむちゃくちゃ楽しいです。こういう感じでノートにメモしていってます。次にアブアンバサダー 5000C です。アブアンバサダー 5000C シリーズです。アンバサダー 5000C アブスバングスタスウェーデンって書いてあります。こちらの 5000C は 5000C が作られてから700個目ぐらいの 5000C です。ちょっとレアかもしれないです。こういう感じです。アンバサダー 5000C アブスバングスタスウェーデンって書いてあります。三つネジモデルです。こういう感じです。ヨーロッパ仕様だそうです。こちらもアンバサダー 5000C のアブスバングスタスウェーデンって書いてあるモデルです。こういう感じです。アンバサダー 5000C アブスウェーデンです。こういう感じです。71年モデルになってます。デジタル文字のアブスウェーデンアンバサダー 5000C です。こういう感じです。76年です。次はアブアンバサダー 5500C シリーズです。こういう感じです。アブアンバサダー 5500C スウェーデンです。こちらは73年の01月の01バージョンです。おそらく72年バージョンを引きずってるモデルだと思います。アブアンバサダー 5500C スウェーデンです。こちらは73年の2月の01バージョンです。こういう感じです。アブスウェーデンアンバサダー 5500C です。こちらは74年の7月の02バージョンになってます。こういう感じです。アブスウェーデンアンバサダー 5500C です。こちらは79年の03バージョンになってます。こういう感じです。こちらの73年モデル01月01バージョンの分解メンテも出していますのでパーツのご確認よろしくお願いします。次にアブアンバサダー 4000D です。アブスウェーデンアンバサダー 4000D です。こういう感じです。76年の2月の02バージョンになっています。次はアブアンバサダー 5000D です。アブスウェーデンアンバサダー 5000D です。こういう感じです。次はアブアンバサダー4500です。アブスウェーデンアンバサダー4500です。メタルブッシングモデルのナローバージョンになってます。こういう感じです。アブスウェーデンアンバサダー5500です。こちらもブロンズブッシングモデルになっています。こういう感じです。最後にヘドンのパルです。ヘドンパル P-41 です。ダイレクトリールになっています。こういう感じです。オリジナルパーツにこだわって集めていますがもし違うとこがあればよろしくお願い。信用できるショップで買うことをお勧めします。分解して違う場合は返品も効くと思います。返品の効かないところでは買わない方がいいと思います。それではまた楽しんでみたいと思います。ご視聴お気に入り。